どうもしゅんです。こんにちは。ネオキャリアの松川舞です。ネオキャリアの三谷直子です。ネオキャリアの諸井ジェームスと申します。よろしくお願いします。はい、ということで今日は、ネオキャリアさんにお邪魔してるんですけども今回はなんか僕のなんかチャンネルのシリーズ企画で企業研究をしようっていう企画があるんですけども、なんか今までは普通に社員さんに OB 訪問っていう形で、はい、お話を聞くっていうだけだったんですけども、今回からは僕が就活生視点でなんかネオキャリアさんに行きたいかどうか独断と偏見でいろんな観点から判断をさせていただくっていう企画を今日はさせていただきたいなっていうふうに思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でフリップをちょっと作ってきました。こんな感じで、企業体質5つの観点から、ネオキャリアさんを研究させていただきたいなっていうふうに思ってまして、企業体質、職場環境、評価制度、華やかさ、自由度っていう観点でネオキャリアさんの皆さんのお話をお聞きして、ネオキャリアさんの企業研究を僕の独断と偏見でさせていただいて、最終的に何て言うんですかね、ネオキャリアさんはこういう会社だよっていうことを視聴者の皆さんに分かっていただけたら嬉しいなっていうふうに思っております。はい、よろしくお願いします。お願いしますまず企業体質、ネオキャリアさんの特徴をお聞きしたいんですけども、はい、では、じゃあ諸井さん、なんですか、ネオキャリアさんのなんか特色、はい、特徴みたいなところをお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、かしこまりました。そうですね、大きくは1点かなっていうふうに思っていて、はい、これ僕がネオキャリアに入社を決めた理由の一つにもあるんですけど、はい、すごく人を大切にする会社かなというふうに思っていて、人を大切にするとは、その調整をする人を大切にするといった方が正しくなるんですけど、なんかこう失敗をする人を、けなして落とし入れるっていう、よりは、失敗することを、前提として、挑戦をしてくれる環境があるっていうのが非常に大きい、僕が魅力に感じるところかなと思って。失敗した時にまた再チャレンジさせてくれる、なんですかね、同僚の大きさみたいなのがありますか。はありますね、本当に。失敗をしてでも挑戦をするっていう人に対してたくさんこう機会を、次の機会を提供し続けてくれるっていうのがすごくいいところ。なんでなんかこうそこを恐れずになんか果敢に挑戦をしたいって思う人はすごくいいかなと思って、そうなんですね、それはめちゃくちゃいいですよね。なんかどっちかというとベンチャー気質の方が多いっていう感じなんですね。それはすごく自分自身もなんかどっちかというとそっちタイプなので、なんていうんですかね、ごめんなさい、こんななんていうの、どの立場で語ってるんだろうポイント高いです。ありがとうございます。じゃあ光栄です。4点ということでありがとうございます。すいません。続いての観点、職場環境なんですけども、これは三谷さんにお聞きしたいなっていうふうに思うんですけども、ネオキャリアさんのなんか職場の環境として実際どんな感じなんですかね。なんかふわっとした質問で申し訳ないんですけども残業であったりとか実際に出勤退勤の、なんですかね、どんな感じでされているのかっていうのをお聞きしたいなっていうふうに思います。はい、まず始業時間が9時半でして、18時半までになるんですけども、夜に関しては9時になるとパソコンが切れちゃうので。あ、そうなんですね。そうなんですよなのでもうその時間内にやりきらないといけないっていうのがあるので、皆さん結構こうコミット力が集中してやるっていう。そうですね。続いて評価制度なんですけども、ネオキャリアさんはなんか僕の勝手な就活生の時に聞いていた話でいうと、若い、何か新卒1年目2年目から、大きなことを任せられたりとか、例えば子会社を立ち上げたりとかできる可能性があるっていうふうに言われてたんですけども、実際のところはどうなのかなっていうふうにお聞きしたいです。松川さん新卒2年目でもマネージャーになられてるっていう。そうなんです。なんか先ほどお話聞いたんですけどもメンバーがいてリーダーがいてマネージャーが、マネージャーがいて、副事業部長がいて、部長がいます。かなり出世されて、いやなんかその出世する過程によ、過程のなんか評価基準みたいなのをお聞きしたいなっていうふうに思うんですけども、明確な基準というか成果を上げたら、面談に移れるみたいな話を伺ったんですけども、そうですね。成果っていうと、今基本的にその営業の売り上げだったりとかもそうだと思うんですけど、ここまではやろうぜってい こう最低の昇格基準みたいなこうバーが設けられていて、ここをクリアした人間は、上長、事業部長と面談をして、じゃあリーダーなのかマネージャーなのかにこう上がる上がらないの判断を最終的にされるっていう、ここの両方の基準に出されて上がれないっていうのはうちは。なるほど、はい、違う。普通にいいなっていうふうに思いました。すみません、ありがとうございます。評価制度めちゃくちゃいいですね。ごめんなさい、なんかダメですね、なんか全部いいふうにしたら信用度がなくなってしまって、ちょっと独断と偏見でちゃんとじゃあ
判断します。続いてなんですけども、華やかさっていう点で、観点で、判断させてお聞きしたいなっていうふうに思うんですけども、皆さんマジ華やかじゃないですか。お綺麗な方であったりとか、ね、キラキラされた方が多いなっていう印象をめちゃくちゃ受けたんですけども、実際でもそうですよね、僕自分が言われるとね、そうですね、キラキラしたなって思います。ありがとうございます。ごめんなさい、これはちょっと8点ぐらいで、8点ぐらいで、はい、ちなみになんですけど、例えば僕が、就活している中で、なんかどっちかというと芋大学生のうちに入るんですけど、そういった大学生も受け入れてくださるんですかね。良かったです、良かったです、ありがとうございます。じゃあなんか最後の点なんですけども、な自由度っていう観点で、お聞きしたいなっていうふうに思ってまして、ネオキャリアさんはなんかどっちかというとイメージと自由に、やりたいことをさせていただくみたいしてできるっていうイメージがあるんですけども、実際ネオキャリアさんのネオキャリアの社風としてなんか実際のところはどうなのかなっていうふうにお聞きしたいなっていうふうに思います。なんかそうやりたいことをやらせてくれるっていうのは一つ、まあ、合ってると思うんですけど、はい、あの全員が全員にっていうわけではもちろんなくて、ちゃんとやるべきことをやっていて、例えば、まあ、営業であれば近いこう成果責任を果たしているだったりとか、はい、まあ、カスタマー作では顧客フォローをしている部署であればちゃんとお客様の満足度が上がっているっていうことがあの分かるような、はい、ちゃんと仕様をクリアしている人に対しては機会を与えます、ね、うん、なので例えばじゃあ新規事業はこういうことをやりたいんですけどっていうことがあったときに、あ、まあ、いつも頑張って仕事してるからだったら任せてみようかって話にはなると思う。なるほど、なるほど、はい、やることをしっかりやったら自由にもさせていただけるっていう、はい、分かりました、ありがとうございます。こう皆さん一人一人ってこの全員にチャンスがあるんだなって思った瞬間は、新規事業を作るコンテストみたいなのが、はい、実は社内でありまして、ビジネスコンテストみたいな。そうなんですよ。そうなんですね。これは本当に誰もが挑戦できる機会かなっていうのを。採用されたら実際に事業になるっていう。そうです。あ、そうなんですね。社員総会で最終選考があるんですけども、そこで、1位グランプリ取った事業は本当にこう事業化されるんですよ、はい。なのでなんかそういったところは本当に、あ、なんかこう社員が主役の会社なんだなっていうふうには思いますね。え、誰でも参加できるってことですよね、はい、キャリアの社員。そうです。あ、いいですね、それは。確かに。いやー、これ多分あれだな、視聴者に言われるかもしれないな、企業に媚びてんじゃないみたいな言われそうだな、これ。いやこれやらせじゃなくて、これ単純に独断と偏見って、独断と偏見でたって辛口にしなきゃいけないですよね。ごめんなさい、グラフこんな感じになってめっちゃいい感じになっていい感じになってるんですよ。ありがとうございます。皆さんのネオキャリアさんの魅力みたいなのを一人ずつお聞きしたいなっていうふうに思います。コミット力、なんかこれやるぞって決めたらそれに向かって頑張って走り切る人が結構多いなと思ってて、それがうちの会社の大きい特徴であって、はい、大きい魅力だなと思います。これやるぞって決めたら絶対そこまで、その目標はぶらさず頑張るっていう人が多いと思います。やりきる力がつくし、うん、はい、そういう風土があるっていう、はい、いいですね。いやダメだな、これステマみたいになっちゃうなんか、企業研究独断と偏見でちょっと分析した結果このような形になりました。すいません、見えてるか見えてるか。いや相当ひいや、まあ、ひいですか、ね、よくないな。そうなんですよ。ありがとうございます。いやでもどの観点で見てもすごく魅力的だなって、まあ、話を聞いた中では思いました。実際に働いてみたら、まあ、でも多分その通りだと思うのでいいかということで、ネオキャリアさんのなんていうか新卒のエントリーであったりとか、あと会社の情報とか、あとネオキャリアさんのメディアみたいなのも下の概要欄に貼ってあるのでよかったら見てみてください。ということで今日の動画終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。OK です。